まこなりです。今はね、自宅で過ごす方が多いと思うんで、今すぐ見れる涙が止まらない感動プレゼン動画トップ3を紹介していきます。これから紹介するプレゼン動画は 100% 泣けます。少なくとも私は泣きました。動画を見ると、うお、明日から俺も頑張るぞって勇気をもらえます。このチャンネルを見ている人は仕事をしていて、もっと活躍していきたいって方が多いはずです。私は常識人間は成功しないの動画で伝えたように、たった1冊の本で人生が激変しました。これからおすすめする動画が、もしかしたらね、皆さんの人生を大きく変えることになるかもしれません。見てないのはね、本当に人生の機会損失なんで、ぜひ外出できないこのタイミングで見てください。概要欄にリンクは全部貼ってあります。全部無料で今すぐ見れます。早速いきましょう。涙が止まらない感動プレゼン動画第3位。第3位は鴨頭義人さんの、ビジネスで優秀な人材育成をする上司は何を教えているのかです。まあ、このチャンネルを見ている人でね、鴨頭さん知らないって人は少ないと思うんですけど、一応紹介しておきます。鴨頭さんはもともとマクドナルドで働かれていて、現在は講演家として活躍している方です。 YouTube でもたくさん動画をアップされています。鴨頭さんはいくつも動画を出されていますけど、私が見た中では時間内容を加味して、こちらがね、一番おすすめです。これ特にリーダーを目指す方に見てほしいです。47分あって一見長いなって思うんですけど、大丈夫です。皆さんこの後きっと概要欄のリンクから見てくれると思うんですけど、リンクを押した瞬間にもう動画終わってます。時間吹き飛ぶぐらい面白く見れます。これちょっと言葉は悪いんですけど、スキンヘッドのおっさんがめちゃくちゃ感情豊かに話すんで、人によってはね、聞いてしまうかもしれません。しかも声がでかい。感情豊かとかそういう次元をもう超越して、断末魔レベルのシャウトです。ほんの一部の方はこれヤバい人かなって思うかもしれないんですけど、安心してください。鴨頭さんは私もお会いしてランチしたことありますけど、すごくいい人です。間違いなくヤバい人ではありますけど、いい意味でヤバい人です。鴨頭さんはプロの講演家なんで、私があえて言うことでもないんですけど、人の心を震わせる話し方がめちゃくちゃうまいです。しかも真似できません。エッセンスはね、取り入れることできるんですけど、全部は無理です。あれは鴨頭さんの信念、経験、キャラクター、ビジュアル、そういったものが全部鍵算になって成立してるんで、人によっては暑苦しいなって思う人もいるかもしれないんですけども、それがいいんですよ。それが尖ったコンテンツ、刺さるコンテンツだということです。なんか気になる、話題にしてしまう。レペゼン地球さんとかもそうですけど、圧倒的な個性があって、賛否両論ある方が今の時代はね、強いんですよ。どうしてもそういう時代なんです。テレビだけしか情報を得る手段がなかった時代とは打って変わって、今の SNS フォローを前提とした時代は、嫌な人は見なければいいで終わりですから、個別最適の時代なんです。もうこうなるとアンチって存在が矛盾してるんですよ。嫌いなのになんでそんなに話題して頑張って見ちゃってるんですかって話です。ちょっと脱線しましたけども、どんな話の内容かネタバレしすぎない程度に紹介します。どんな話か一言で言うと、マクドナルドの店長だった鴨頭さんが大失敗をして、どん底を経験して、そこから這い上がっていって、とんでもないところまで行く話です。鴨頭さんは昔マクドナルドの社員でした。マクドナルドっていうのはハンバーガーを売る会社ではない、人を育てる会社なんだという言葉に感銘を受けて入社したそうです。よし、やってやるぞと、のし上がってやるぞと、意気揚々と任された会社を改革しようとします。最初に任された店舗の状況は本当にひどくて、前任の店長はなんてひどい人なんだと怒ったそうです。よし、それなら自分が改革してやるよと意気込んで、アルバイトスタッフに厳しく指導します。マクドナルドには分厚いオペレーションマニュアルがあります。これはきっと皆さんもそういうイメージ持ってるんじゃないでしょうか。このように動いたら効率がいいですよと、世界中にあるもう万単位の店舗、そこで取ったデータを元に作られたマニュアルです。だから鴨頭さんはそのマニュアル通りにスタッフを働かせようとするんです。細かくもっとこうしろああしろと指示をしたらしいんです。でもそれは全くうまくいかなかったそうです。厳しく注意しても聞いてくれず、信用を失ってどんどんスタッフが辞めて、最後は口を聞いてくれなくなったそうです。売上もそうなるとどんどん落ち込んでいって、なんと自分がディスっていた前任の店長の時の売上を下回ったそうです。鴨頭さんは精神がボロボロになって地方の店舗に転勤させられます。全てがリセットされてからの新たなチャレンジ、人を動かすこと、人を教育することに失敗した鴨頭さんがゼロからリセットして、新しい店舗で一体何をやるのか、また失敗を犯してしまうのか、それともうまくいくのか、ネタバレしすぎない範囲で言っておくと、日本中のマクドナルドが変わってしまうぐらいとんでもないことになります。一体何を考えてどう行動するのか、私の口からねお伝えしたいところですけど、これはやはり鴨頭さんの本ちゃんの動画を見てほしいです。特に最後の7分のトーク、40分から47分にかけるトークは圧巻です。これにはね本当に勝てないなと思います。スピーチの仕方としても学ぶことが本当にあります。人によっては涙が止まらなくなります。特にリーダーを経
経験して失敗したことがある人、部下の信用を得られなくて苦しんだことがある人、こういった人は胸にグサッとくるものがあるはずです。もちろん鴨頭さんのこの動画での考え方で100発100中成功するわけではないでしょう。ですが少なくともこの動画を見ることで自分の行動を変えてみようかなって思うきっかけにはなります。私の会社のあるリーダーもこの動画を見て涙を流して自分の立ち振る舞いを変えました。人によってはそのくらい衝撃がある動画なんですよ。このプレゼンは本当にストーリーが素晴らしいんで、いつか映画かドラマかなんかにした方がいいと思ってます。こんな動画が無料で見られるなんて素晴らしい時代ですよね。実際生で動画を見に行くと高いと思います。ぜひ概要欄のリンクから見てください。涙が止まらない感動プレゼン動画第2位は植松勉さん、思うは招くのテッドの動画です。この動画はね、素晴らしすぎて私の経営するディブの社員全員に見てもらってます。正確には新入社員研修で必ず見てもらっている2つの動画のうちの1つです。もう1つはね、また別の機会に紹介します。400万再生以上されている本当に素晴らしいプレゼン動画なんで、見たことある人も多いのではないでしょうか。以前別の動画でも紹介したことあります。20分くらいの尺なんでテッドにしてはね、結構長めのプレゼンテーションです。ただこれもね、瞬きすると終わってます。プレゼンターの植松勉さんは北海道にある会社の技術者で実業家です。見た目も話し方もすごく優しそうなおっちゃんです。でも植松さんすごいんですよ。なんと数十名の会社なのに宇宙開発をやってます。人工衛星打ち上げたりとか、日本で唯一無重力状態を作り出せる実験装置を持ってます。プレゼンがどんな内容かというと、幼い頃から宇宙の仕事に関わることが夢だった植松さんは、学校の先生からその夢を否定されたり、大人になって自分で事業を始めて失敗する中で学んだことを話すプレゼンテーションです。人生で本当に大切なことは何なのか、仕事とは一体何なのかということを教えてくれます。植松さんは鴨頭さんみたいな人とは全然違うキャラクターなんですけど、でもその真面目で大人しそうな雰囲気がいいんですよ。プレゼンの中で印象に残っているところを紹介します。植松さんは小学生の頃から宇宙に関わる仕事がしたいと夢見ていました。でも小学生の頃、植松さんのことを嫌いだった担任の先生からこう言われるんです。お前みたいな頭が悪いやつにはそんなことを目指してもどうせ無理だと。植松さんはめちゃくちゃ傷ついたそうです。そこで植松さんは悩んでこう思ったそうです。できないことを夢見るのはダメなことなのかなって。ここからの話がね、私としてはすごくハッとさせられました。担任の先生は宇宙開発はものすごくお金がかかるから無理だって言ったそうです。植松さんがプレゼンの中で高級車の前に立っている写真を見せるんです。そしてこう問いかけます。この車が手に入るのはお金持ちだからでしょうか。皆さんならどう思いますか。高級車を手に入れることができるのはお金を持っているから、ここに疑問はないですよね。でも植松さんは全然違いますねと語るんです。この高級車を手に入れることができるのはどこかの誰かが一生懸命作ってくれたからなんだと。お金があるから手に入れられるわけじゃないんだと。一生懸命研究開発して汗を流して頑張って作ってくれた人がいるから、そしてそれを売ってくれるからこそ手に入れられる人がいるってだけなんです。続けてこう語ります。お金が必要な夢、お金がないと無理な夢というのは誰かがしてくれているサービスに過ぎないんですと。自分ができないことを人にサービスとしてやってもらうと、やってもらうほどお金がかかります。ところが自分ができることが増えると、人にしてあげられることが増えるから、自然と収入お金も増えていきます。つまり人が生きていく上で大切なことは、できないことをできるようになっていくことなんですと。植松さんは他人の先生やいろんな人にそんな夢はできないから無理だと言われたけれど、できない夢を追いかけるからこそ本当に価値があることだし、結果的にお金も生み出すことができるんだと語ります。私はこの動画を初めて見た時、お金で買えるものっていうのは結局誰かがしてくれたサービスに過ぎないんだっていうこの考え方に衝撃を受けました。もちろんですよ、お金を稼げているということはそれだけ社会に何かしらの貢献をしているということの一つの指標ではあるんで、それ自体は一切否定しません。お金を稼ぐことは大事です。でもそのお金を使って得たものや体験というのは、そのお金を使った人の生み出した価値ではないんですよ。サービスを提供してくれた人たちが生み出した価値なんです。このことを忘れないようにしないといけないなと思いました。世の中にある価値というのは、自分が皆さんができないことに挑戦してできるようになった時に初めて生まれるんです。お金を使った時ではありません。お金を使った時は何の価値も生み出していないんです。ただ頑張って作ってくれた人のものやサービスを買ったに過ぎないんです。私たちがやるべきこと、私もこれを見ているあなたもやるべきことっていうのは、できないことに挑戦するってことなんです。植松さんはどうせ無理
という言葉がいかに人を傷つけるかということを強調します。お前には無理だという人とがいかに人の自信と希望を奪うのか、本当に恐ろしい言葉だと強く強く強調します。他人に対してどうせ無理という言葉は絶対に言ってはいけないと、お前なんかにできるわけがないと人の希望を奪うから、みんな自分に自信を失って自分で価値を生み出すことをやめてしまうんです。その結果人から何かを奪うようになって、どんどん悪い循環が進んでいって戦争になるんです。上松さんはどうせ無理という言葉が世界から消えたなら戦争もなくなるはずだと言っています。私も心からそう思います。私の人生を通してやりたいこと、このチャンネルのコンセプトも見ている人に挑戦する勇気を与えることです。見ているあなたが夢見ていること、お前なんかにはどうせ無理だと言われるようなことをちょっとやってみようかなって思ってほしいんですよ。自分ならできるって。そのために教育授業もこの YouTube もやっています。ビジネスとして売上どうこうというのはあくまで手段で、数字でしかありません。例えばお金を使わずに世界中の人たちに勇気を与える手段が何かあるんであれば迷わずそうします。でも私一人の力だと何もできないから、誰かに助けてもらわないといけない。でも助けてもらうにしてもみんなご飯を食べないと生きていけない。あまりにも貧しいと仕事にも集中できない。だから今会社を作ってビジネスをやっているんです。この YouTube の広告もスタッフさんのお給料に使わせてもらってます。こういった考えに至るまでに強く影響を受けたのが今回紹介した上松さんの動画、思うは招くです。初めて見た時に感動して涙が出てきて、もう何十回も見ました。まだの人はぜひ1回目をこの後すぐに見てほしいです。涙が止まらない感動プレゼン動画第1位。第1位は佐藤康夫さんの命をかける勇気の源というTED動画です。この動画を作るためにもう一回見直したんですけど、やっぱり泣けました。この動画を見てグッと熱くならない、涙が流れてこない日本人はいないと思います。上松さんや鴨頭さんの動画に比べたら再生回数は全然ないんですけど、でもだからこそね、一人でも多くの人に見てほしいなと思う動画です。ところで皆さんは東日本大震災の時に何をやってましたか？2011年3月11日、今から9年前、私は21歳で大学3年生でした。当時はとある新宿にある IT 企業で初めてのインターンシップをやってました。初めて会社というのに触れて、いつもドキドキしながら出社していたのを覚えてます。パソコンに向かって作業しているとビルがとんでもなく揺れて、オフィスに置いてあったサーバーが倒れそうになったんで慌てて抑えに行きました。揺れが収まったら近くの公園にすぐ避難しました。ビルから出てきたたくさんの人が集まってました。当時は神奈川の淵野辺駅ってところに住んでたんですけど、交通機関は止まってるんで、もちろんそこまでは帰れず、表参道の近くにあるおじの家まで歩いて行って泊めてもらうことにしました。おじの家についてテレビを見た時、気仙沼が人生で見たことがないようなもう大規模な火事が発生していて、その映像に衝撃を受けたのを覚えています。その翌日以降は津波や火事だけではなくて、福島原発が津波でダメージを受けて大変なことになっているという報道が一日中されていました。津波で電源や冷却装置が完全に破壊されて、原子炉が空だき状態になってメルトダウンを起こしていると、放射能が漏れ出して史上例を見ない大変な状況だと皆さんはもちろん知っていますね。この福島原発の最悪な状況に立ち向かった東京消防庁ハイパーレスキュー隊リーダーの佐藤康夫さんのプレゼンテーション、こちらが皆さんに見ていただきたい動画です。福島第一原発1号機の爆発から6日後、命をかけた史上最も危険なミッション、あなたは日本を救うために放射能が漏れ出す福島原発の最前線で戦ったレスキュー隊がいたことを知っているでしょうか？実は私はこのテッドで見るまで恥ずかしながらあんまりよく分かってませんでした。佐藤さんは震災発生からどのように状況が移り変わっていったのか、その時何を考えていたのか、まるで時間を戻して追体験するように語ってくれます。佐藤さんの指揮のもと出動の準備シミュレーションをしていたら、突然内閣総理大臣から福島原発へ出動要請がかかります。日本を救うためにはこの危険なミッションを何としても成功させないといけなかったんです。誰かがやるしかなかった、それが佐藤さんたちハイパーレスキュー隊でした。私が心打たれた話を2つ紹介します。1つ目、まず福島原発に一体誰が向かうのかを決めている時の話です。ハイパーレスキュー隊の誰もが俺にやらせてくれと言ったそうです。佐藤さんが、いやお前たちには下の若い店員もいるだろうと、そう言ってもこの日のためにやってきたんだ、やらせてくれと。佐藤さんの出すスライドの中にもありますが、人間が100ミリシーベルト以上の放射線を浴びるとガンでの死亡率が上がります。この出動する時すでに福島原発付近では400ミリシーベルトありました。さらに1日ごとに100ミリシーベルト上がっていってたそうです。こんな危険すぎる状況の中で日本を救うために自分に行かせてくれと手を挙げた人たちがたくさんいたことに心打たれました。
本当にありがたいなって。もう一つ私が心打たれた話です。プレゼンの中で実際に出動した隊員が壇上に上がって当時の心境を語ります。その出動した隊員は小さな子供がいて奥さんは妊娠していたそうです。そんな中でも出動してくれたことに佐藤さんは感謝をします。佐藤さんは指揮官ですが現場に同行するんです。なぜ現場の隊員ではない佐藤さんが現場に向かったのか、佐藤さんは責任を取るために行ったと話します。これだけ大変な状況だから自分が出動させた隊員のうち半分は戻らないだろうなって、戻ってきてくれて本当に良かったと涙ながらに語ります。私はもし自分がリーダーで仲間が死ぬかもしれない場所に行けと命令するとしたらどんな気持ちになるか、それを想像して本当に胸が苦しくなりました。そんな極限の状況なんて映画やドラマの世界でしかないと思ってたんです。でも違いました。命を懸けて日本を守るために本当にリタの精神で戦った人たちがいたんです。佐藤さんは最後に強調します。人と人との絆があればどんな困難だって乗り越えられると。佐藤さんは危険な任務が決まった時に奥さんに報告したら日本の救世主になってねというメールをもらって背中を押されたそうです。命を懸けて最前線で活動する人たちの後ろにはたくさんの応援してくれた人たちがいたんです。絆があったんです。福島原発だけではありません。震災から復興するために全国から10万人以上の援助隊が集まり197カ国の国から援助要請がありました。人が人を助けたいと思う気持ち、同じ人間としての絆があるからこそ私たちは困難を乗り越えていけるんです。私のある友人は震災が起きた時に空港にいました。空港には続々と各国から援助隊が集まってました。私の友人は無力感に苛まれて何もできない自分が悔しくて遠いヨーロッパから来た援助隊のリーダーにどうか日本を助けてほしいと懇願しました。そしたらその援助隊のリーダーは俺たちが必ず助けるから安心しろと言ったそうです。全く違う国の人がこの国を俺が助けてやると、そうやって言ってくれる人がこの世界にいること自体が本当に希望だと思います。もちろんこの震災のようなことは二度と起きてほしくはありません。でも絶望的な状況の中で命を捨ててでも俺が何とかしてやると戦った人たちがいること、助け合った事実があること、そこに絆があったことは忘れてはいけないなと思いました。助け合い絆の中で私たちの生活は成り立っています。本当に感謝しかありません。佐藤康夫さん、命をかける勇気の源、概要欄のリンクから必ず見てほしいです。はい、ということでいかがだったでしょうか。少しお知らせの後に最後に復習です。私の会社では日本最大級のプログラミングスクールテックキャンプを運営しています。外出せずにオンラインで受講することができます。この機会に受講検査をしたいという方はぜひ概要欄からサイトを覗いてみてください。あとはもしまだチャンネル登録しない人がいれば、このチャンネルでは仕事や人生に役立つ話をできる限り短く分かりやすくして配信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。では最後にさらっと紹介した動画を3つ紹介します。今回は涙が止まらない感動プレゼン動画ということで紹介してきました。第3位は鴨頭義人さん、ビジネスで優秀な人材育成をする上司は何を教えているのか。第2位は上松勉さんの思うは招く。第1位はハイパーレスキュー隊佐藤康夫さんの命をかける勇気の源。全部見ても2時間もかかりません。この後すぐに見てほしいなと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画が面白かったな、役に立ったなと思った方はぜひ高評価コメントお願いします。もしくはツイッターなんかに感想をシェアしてくれても嬉しいです。これからも面白いと思ってもらえるような動画をどんどん出していきますのでよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。